はい、西山紗友香プロ、はい、はい、あ、こっち見て、はい、はい、今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様です。まず本日のご自身のプレーコンディションどうでしたか？いや、前半はアンダーでずっと来てたんで、あ、これいい感じだなと思ってたんですけど、後半のかなり4ホール目ぐらい、6ホールぐらいでダボを打ってしまった。あの短いミドル、短いミドルですね、はいはいはい、そこでダボボギーで後半そこで3オーバーしてしまって、すごいもったいない。ちょっと作りすぎましたか？そうですね、取りに行っちゃいました。ちょっとガッツいて、なるほど、遊びのガッツくんですね。そうですね、うん、ハマるとね、バーディー取れるんですけど、はい、なかなかハマらないとね、はい、罠も多いので、じゃあそこだけがちょっと気がかりで、好きな心残りで、はい、分かりました。お疲れ様でした。あの第1回大会はさ、今回初めて、いや、第2回もいらっしゃったんです、はい、はい、まあ、こういった大会の趣旨でサポーターが近くにいる、はい、声がすぐ届くという環境の中でのゴルフなんですけども、ご自身でそれを良かったなと思うところを感じたところがあれば、また気がついたところが何かあれば教えてください。いや、このような試合はなかなかないので、うん、テストに合格してない身としてはすごく頑張りがいがある試合だなっていうのは思いますね。なるほど、はい、今まではね、あの、合格してなくてもなかなか出れた試合は結構多かったんですけど、随分環境が変わってしまって、またね、はい、どうなるかわからないのって言われてますけど、来年テストの方は受けます。はい、じゃあそこにまた照準を合わせて、はい、はい、ちなみにその今試合が少ない中でご自身のコンディション管理とか、レベル管理とか何か工夫してやったらしたいことありますか？やっぱりコンディション管理、うん、あとゴルフのスキルの管理とかレベルを落とさないようにとか、なかなか試合がないとね、そういうのも、はい、うん、ラウンド数をやっぱり多くして、なるべく実戦でプレーをしてとにかくラウンドをたくさんしようと、はい、練習場よりはラウンドでっていう形を。なるほど、はい、ちなみに今日の進むグリーンどうでした？私は好きですね、速いグリーン好きなんで。あ、なるほど、なるほど、はい、はい、ちょっとコンパクションも高めでしたけど、はい、そんなに苦ではなかったです。そうですね、はい、パッドではそんなに苦しんでなかったので。なるほど、はい、わかりました、わかりました。じゃあ、また第3回ともありますから、はい、そこに向けてまた今度ぜひ次回はリベンジしてまた優勝を目指していただいて、はい、プロテストの方もぜひ頑張ってください。はい、はいはい、今日はどうもお疲れ様でございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。インタビューもありがとうございました。